2020年12月17日、中央大学多摩キャンパスで箱根駅伝エントリーメンバーの記者会見が行われました。続いて選手1名ずつ、本戦への意気込みを述べさせていただきます。駅伝主将の池田から順に述べさせていただきます。失礼します。主将の池田と申します。箱根駅伝、過去3度走らせていただきまして、今年走れば一応4年間連続で走らせていただくことになります。現状としては、11月に怪我をしてしまって、かなり苦しい状況ではありますが、4年間、培ってきた知識、経験を生かして、箱根駅伝になんとか合わせて、少しでもチームに貢献をできる走りをしていきたいと考えております。また、中央大学に、お世話になった4年間だと感じているので、結果でとにかく恩返しをしていきたいと考えています。よろしくお願いします。失礼します。4年の駅伝主将根田久夢です。今年のチームは、過去4年間の中で一番戦力が充実しているので、結果にこだわるのはもちろん、個人としては駅伝主将としても選手としてもしっかりチームを引っ張っていけるように頑張ろうと思うので、応援のほどよろしくお願いいたします。失礼します。4年の甲斐虎蔵です。来年の箱根駅伝は、自分にとって最初で最後の箱根駅伝になると思うので、自分の力を発揮して最後まで諦めない走りをしたいと思います。応援のほどよろしくお願いいたします。4年の川崎慎太郎です。今回の箱根駅伝は自分の競技生活にとってもラストレースになるので、そのラストレースにふさわしいような気持ちの入ったレースをできるように頑張ってまいります。よろしくお願いします。4年の三助之助です。箱根駅伝は2年時に出走させていただきましたが、去年は怪我が多く出走することができませんでした。今年は練習も含めいい準備ができているので、4年生らしく泥臭い走りをできるように頑張りたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。失礼します。こんにちは。3年の井上大輝です。箱根駅伝は1年間で一番チームとしても個人としても大切な試合になるので、これまでやってきた練習の成果っていうのをしっかり出せるように最後まで準備していきたいと思います。応援よろしくお願いします。失礼します。3年の手島と申します。今回の箱根駅伝は昨年からさらに力をつけた自分の姿を箱根路で精一杯見せられるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。失礼します。3年の三浦拓郎です。今年のチームはみんな強いので、みんなに負けないようにチームの追い風になるように頑張ります。応援よろしくお願いいたします。失礼します。3年の森永です。前回大会、自分の思うような走りができなかったので、今年1年間しっかりと練習してまいりました。今年の箱根駅伝では自分の役割をしっかり全うできるように精一杯頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。失礼します。2年の助川拓海と申します。今回箱根駅伝16人メンバー入りということで初めてのメンバー入りとなって、多少緊張している気持ちはありますが、残り少ない日数となりましたが、当日の箱根当日まで残り1日も無駄にせず、今年のチーム目標である箱根3以上というところに少しでも届くよう、チームのために貢献していきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。失礼します。2年の千森智弘と申します。前回大会は1区1年生で1区を走らせていただきましたが、16位とすごい、前の選手と勝負できなかったので、今年こそ去年のリベンジをして前の位置で勝負できるような走りができたらと思います。応援よろしくお願いいたします。失礼します。2年の中澤雄大と申します。今回初めての箱根駅伝エントリーということで、チームの目標3位というところにしっかり貢献できるように積極的な走りをして、しっかり戦っていく姿を見せたいと思います。応援よろしくお願いいたします。失礼します。1年の伊藤博人と申します。本年度の箱根駅伝はチームとして3位を目標にしているので、1年生らしくチームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いいたします。失礼します。1年の吉山です。自分は区間賞を目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。すいません、今14名なんですけども、本来なら16名のところ14名でして、
2年生の若林と1年生の園木が不在です。3年目がどうしても語学のテストということで、外せませんで、ご理解いただければと思います。よろしくお願いいたします。池田選手と、宇根選手にお伺いしたいんですけれども、それぞれまあ4年生としてそのチームをまとめていくたびためにその心がけていたことであったり大切にしていたことっていうのを教えていただけますか。はい、自分自身の中でかなり、精神的に参ってる部分がかなりあったりして苦しんだ時期も多かったんですけど、今年、チームの取り組みとして大きく変えた部分っていうのが、ミーティングの回数っていうものを週に1回基本的に行うような形を取るようにしてて、そこで、絶対やってるのが個人の、1週間の振り返りっていうものを、コロナ禍で、3月末あたりから、集中的にやるようにはなってるんですけど、そういった個人の振り返りをやることで、1週間、自分としてどうだったのかっていうことだったりとかっていうことと、この1週間無駄に過ごさないっていうか、何か意識して過ごす生活していくっていうことを、心がけて、まずチームの運営としてはやってきたつもりです。で、個人として、心がけてたことっていうのはやっぱり自分自身、うねほどあまりコミュニケーション取れる方ではないので、どちらかというと、全体では当然しゃべることは多いんですけど、どちらかというと、練習だったりの部分で、見せていくっていうようなことをとにかく心がけて、自分がいいときはチームもいいし、悪いときは悪いっていうような、感覚もあったので、そういった部分を大切にしてやってきました。自分は先ほど池田からもあったんですけど、池田ができないことを自分が補うのが自分の仕事だと思っていたので、自分は学年間関係なくコミュニケーションを元から取る方だったので、後輩や同級生であったりスタッフとのコミュニケーションをしっかり取って、意見を、チーム運営につなげるっていうのが、意識してやっていたことと、いろいろチームの決め事を決めたりする際にはなるべくシンプルに物事を決めて、各個人の負担を減らすような工夫をしていました。以上です。最後にもう一点お二人にお伺いしたいんですけれども、今年全日本大学駅伝が戦わずして出られないという状況になってしまったと思うんですけれども、その時のちょっとやるせない気持ちだったり悔しさっていうのを、どこにぶつけていたか、どういうふうに力に変えてつなげてきたかみたいなところを教えていただけますか。はい、僕自身、昨年の全日本予選会は、3区の走らせていただいて 6000m 以降、そして、チームが全日本に出れなかったっていうふうに自分は感じているので、そういった部分もあって今年何としても、上半期の一つの目標として、全日本、出走してきちんと条件を得るっていうようなことを、私が始まった時点で立ててはいたんですけど、出場できないっていうことになりまして、この気持ちをどこにぶつけたらいいんだっていうようなことにはなったんですけど、やっぱりどうしても最終的には箱根っていうものはまだなくなってないっていうようなところで、とにかく踏ん張って、やるようにはしてました。で、全日本の出場ができないこと決まったタイミングで藤原監督から、全体の方に、LINE の方でメッセージが来たことがあるんですけど、そういったその内容を見ては自分も下向いてる場合じゃないなっていうふうに考えて行動できた。自分もやっぱり三大駅伝っていうものだったので出たいっていうのはあったんですけど、どうしようもならない事実だったので、その出場校に勝つっていう面ではやっぱ箱根駅伝で勝つしかないと思うので、そういう面ではまだ悔しさは晴らせてないと思うので、箱根駅伝で全日本出場チームにどれだけ勝つことができるかが、悔しさを晴らすことにつながるかなって思います。池田選手にお願いしたいんですけども、まずその入学を決める際っていうのは まだというか、大学として箱根で苦しんでた時期だとは思うんですけど、なぜここに
入学を決めたのか、監督からもしすごい熱い言葉とかかけられたのかとか、その辺をちょっと教えてください。はい、自分自身、高校の頃あまり持ちタイムを持っていないということで、なかなか大学さんから声が、なかなかかからないような状況でありまして、そういった中で、秋の高3の秋の記録会の方で、スカウトの浦田さんが、たまたま自分の走りをご覧になられて、後日藤原監督が、自分の最寄り駅の方まで来てくださり、直接お話をして、入学の方を決めました。とやっぱり将来自分自身マラソンやりたいっていう思いもありましたし、何よりやっぱり自分のことを必要としてくれてる大学でとにかく恩返しをするっていうのが自分自身陸上に対する、陸上をやってる理由でもあるので、とにかく必要とされるところで、自分はやっていきたいっていうような思いがあったので、そういった思いと藤原監督の思い、と話して、この人の下でやりたいっていうような風に感じましたので、中央大学を選びました。で、決めた後に予選会落ちっていうのが、決まりまして、正直な感想としてやっぱり自分が来年から入る大学が来年の箱根駅伝に出れないっていうようなところで、正直ガクッとした部分と、そこで、どちらかというとやってやるぞっていう思いが、自分の中で芽生えて、自分が、4年間で強い中央大学にしたいなっていう思いがありましたので、そういった思いを持って入学しました。で、先ほどそのスローガン新生藤原隊の逆襲って池田師匠がつけられたということだったんですけど、そういう1年目 その監督が声をかけた1年目の学年という何かこう気概というか、その見せてやりたいという気持ちのあたりをちょっと聞かせていただきたいのと、スローガンをその決めた経緯も教えてください。スローガンに関しては、チームが始まった時点でどういったスローガンにしようかというような話を、全体でしまして、とりあえず匿名で案を集めようというような風になりまして、1人何個でもいいよというようなことで、バーって上げてもらった中で、それを全部書き出して全員で、何票か投票して、最終的に、100年目の挑戦ということと、新生藤原隊の逆襲というようなところが、上がってきたので、自分自身もそれを見た時に、本当に今年中央大学100周あ陸上競技部が創部100周年というところと、藤原監督がスカウトされた代、で藤原監督が思い描いているチームっていうのが徐々に出来上がってるはずだっていうところで、何としても、藤原監督に勧誘されてた代として、生まれ変わった中央大学を見ていければいいんじゃないかなっていうふうなところで、票の多かった2つの方を引っ張ってきて、2つ一緒にしたっていうような形になります。それで4年間やってきて、集大成、本当に見せてやりたいという年に、コロナで大会、出雲が中止になったり、箱根もどうなるかなって不安あったと思うんですけども、そういう4年間やってきたものが見せられるかどうか、集大成できるかっていう不安っていうのはやっぱりありましたか？まさか、自分が4年生の代で、こういった状況になるっていうのはちょっと新チームが始まった時点でも想像できてなかったですし、実際に世の中がコロナっていうことで騒ぎ始めた時にも、嘘だろうっていうような、感覚はありました。で、当然生活していく中だったり競技を、行っていく中で、もしコロナがなければって考えることは当然多くあったんですけど、そういった、どうしようもない問題に対して、なければっていうふうに考えるのは、考えても無駄だなっていうことに、考えついたので、そこはもう割り切って今の状況でどういったことができるかっていうふうなことを考えてやってきてます。はい、ありがとうございます。最後に吉井選手にお伺いしたいんですけども、中央大に入学を決めた経緯で、もちろん声かけられたというところあるかもしれないんですが、最終的にこちらに入学を決めた何か、きっかけとか、なんかこの大学の印象とかがあれば教えてください。はい、自分としては競技力の向上
において、自分の中で、練習であったりいろんな部分で自分は、競技に集中して取り組むことができて、陸上の結果だけでなく人間としても成長できる、成長することができる環境が整っていると思ったので中央大学を選びました。入ってみてその練習の内容だったり質だったり、何か高校時代と一番違いを感じた部分というのはどの辺ですか？違いっていうのは、まあ、練習メニューを立てる監督が変わったっていうのがあるので、まあ、藤原さんと、まあ、自分の今の状況だったりをいろいろ相談して、自分にが今何が必要かっていうのを考えながら練習に取り組むことができているので、そういうところが、今に生きているんじゃないかなと思っています。各選手に今年1年もしくは4年間通してでもいいんですけど、特に自分が注力したこと、工夫されたこと、そして、まあ、この箱根に向けてご自身が成長した部分、自信のある部分っていうのを教えていただけますでしょうか？ご自身、箱根駅伝の方は4度、先ほどもいい、3度走らせていただいて、今年走れば、4回走らせていただくことにはなるんですけど、自分自身競技を始めたきっかけっていうのが、別に箱根駅伝を走りたいっていうことではなく、どちらかというと実業団の方で、やっていきたい、で最終的に実業団で世界を目指していきたいっていうような思いが、なんとなく陸上を始めた時からありまして、そのステップとして箱根駅伝っていう風に、最初思い描いて大学に入りました。でその中で、大学としても予選落ちした、前年度予選落ちしたチームからのスタートだったので、上京する際には、父とも、4年間のうちで、まあ、3年生4年生あたりでしっかり箱根駅伝で結果残せれればいいねっていう話をした上で、上京してきましたが、結果的には1年生から、使っていただき、この駅伝というものをまず1年生のうちに経験できたというのは自分の中でものすごく大きかったことかなというふうに思ってます。でこの駅伝に関して、ずっと通過点通過点というふうに考えてやってはまいりましたが、4年生になってやっぱりいろんな人に支えられてこういったことがやれてるということを特に実感したので、やっぱり箱根駅伝っていうのは一つというか、最大の恩返しの場っていうふうに自分自身の考え方が少し変わるようになってきたかなというふうには思ってます。で、まあ、自分一人じゃ競技はできてないと思うので、そういった部分が自分の中では強く根付いているものかなっていうふうには考えているので、そういった部分を大切にして数年間やってきました。自分は高校時代からずっと怪我が多くて、まあ、継続した練習ができないっていうのが課題で、まあ、それが大学でも続いてたんですけど、で、まあ、そのこともあって、まあ、2年目はレースが1本しか走れなくて、でも、まあ、その間に、まあ、トレーナーさんにしっかりトレーニングを見てもらったおかげで体ができてきた結果、まあ、今年は8月から怪我なく走ることができているので、まあ、そういう面では自分の課題はやっと克服できてきたのかなというふうに思います。で箱根に関しては、まあ、まだ陸上を始めてない小学校の頃から憧れてた舞台であって、自分は箱根駅伝で目立ちたいというものが最初はあったので、まあ、5区を志願したんですけど、まあ、まだ目立つというほどの結果を出せてないのと、まあ、やっぱり藤原さんに最初にスカウトしてもらった世代として、まあ、まだ結果が出せてないのが申し訳ないので、まあ、そういう面でも1年時に藤原さんが出した記録をしっかり更新できるような、まあ、走りをしたいなというふうには思っています。以上です。自分は中央大学に入学して、まあ、高校とは違って責任感が求められる、状況の中でやっぱり今まで苦しんだ面もありましたし、実力が足りなくて他の選手と同じ舞台に立てないっていう状況も、あったんですけど、やっぱり4年間通して、競技面だけじゃなくて人間性も成長することができましたし、まあ、自分の考えを持って行動する
ていう面では、この大学として成長できた面かなと思っております。以上です。この4年間で集中してやってきたことっていうのは、まあ、この環境と自分の何を生かせるかっていうのを考えたときに、まあ、考える力っていうのはすごく意識して走りました。まあ、監督と練習メニューを相談してやる機会が多いっていうこともあったので、まあ、自分でどうにか考えてやっていかないと成長できないっていうことと、まあ、自分周りと一緒のことをやってても仕方ないので、まあ、自分がじゃあどこで自分らしさ出すかって言ったら、まあそこかなと思ったので、そういうふうと考えて練習してきました。さっきも述べたように考える力っていうのは常に意識してやってたんですけど、まあそれに伴ってその大会に合わせる力だったりとか、まあ箱根駅伝っていうのも2回経験させてもらってるので、まあその経験を生かした走りができるっていうのが自分の長所であるかなというふうに考えています。自分の4年間で一番成長できた点は、練習を継続できる点だと思っていて、まあ、高校時代や下級生の頃は、まあ、気持ちにムラがあったというか、失敗のレースの次の日に思いっきり頑張ってみてそれがずっと続かなかったりと積み重ねがずっとできなかったんですけど、上級生になってから、まあ、自分に必要なものは何かって考えて自分のために練習ができるようになったので、練習や生活でも積み重ねができることができたのが4年間で成長できたことだと思っています。箱根に対してですが、自分は2年生の頃に3区を出走させていただいて、当時2番でタスキをもらって9位までタスキを9位まで順位を下げてしまって、すごい悔しい思いをしてきて、3年目はメンバーにも入れず、ずっとその悔しさを晴らせずにいるので、ようやく4年目で、その悔しさを晴らせる舞台に立つチャンスがあるので、最後の箱根では、その悔しさを晴らせるように、頑張りたいと思います。この1年意識してやってきたことは、まあ、練習で自分の走力を上げるということと、まあ、上級生にもなるので、その練習以外のところでもしっかり下級生にお手本となる態度を見せるということを意識していました。箱根駅伝は小さい頃からよく見てきた大会なので、まあ、この1年そのやってきた生活と練習というのは、まあ、走りで表現できるようにしたいなと思います。自分がこの1年最も注力してやってきたことは精神面の強化です。昨年に比べてメンタルトレーナーさんと話す機会も増えて、しっかり自分に自信を持つことなど、そういったところがより強くなったことによって結果がうまく出せるようになってきたのかなというふうに思っています。で、箱根については、自分の強みはロードでの20キロ以上の距離での強さだと思っているので、箱根では自分は復路を希望していて、後半のビルドアップしていく走りを100% に生かして順位を上げていくような走りができたらなというふうに思っています。以上です。自分が注力してきたことは長い距離に対応していくということです。この間に行われました箱根予選会でも自分の中では十分な結果を出したと思っていますので、その結果を自信に変えて箱根本番を走りたいと思います。失礼します。入学してから2年生の秋口ぐらいまでは怪我もありながらは順調にやれていたんですけども、前回の箱根駅伝、まあ、ちょうど去年のこの時期から不調になって、前回の箱根駅伝では、悔しい思いをしましたので、まあ、その後に監督やコーチの方から、まあ、今年1年間は2区を走るための1年間にしようという言葉をいただいて、2区を走るために自分には全てが足りないなと思ったので、まあ、特に今年意識して行ったのはやっぱり練習量を増やすことを意識しました。まあ、体がきつい状況とかもあったんですけど、まあ、ここで、まあ、前回大会の悔しさを思い出すというか、思い出しながら練習に取り組むっていうのを続けれたんで、今は箱根駅伝に対して自信を持っていると思います。以上です。自分がこの1年
まあ、集中して取り組んできたことは、まあ、まず競技面では、まあ、その練習を安定して継続するというところと、あと生活面では、まあ、当たり前の徹底というところを、まあ、中心に成長していこうというふうに取り組んできましたが、まあ、どちらもまだまだ課題が残る中でなので、まあ、来年から上級生ということで、まあ、そこはしっかり来年も課題として持ってやっていこうと思います。それで箱根駅伝の方は、まあ、自分にとって箱根駅伝は小さい頃からの夢であり、陸上競技の中でも最大の目標であるところなので、まあ、しっかり当日お前ならいけると背中を押して選んでいただけるよう残りの期間全力で頑張っていきたいと思います。以上です。失礼します。自分がこの1年間、まあ、去年の箱根、まあ、前回の箱根駅伝は、まあ、1区を走らせていただいて、まあ、11キロ以降失速して、まあ、前で勝負できなかったというところで、まあ、次の箱根駅伝こそは前で勝負するっていう、まあ、気持ちを持って、まあ、この1年間取り組んできました。まあ、自分の課題としても、まあ、中盤終盤に、まあ、フォームがちょっと崩れてしまって、まあ、崩れてしまうっていうその体幹の弱さであったりそういうところが、まあ、足りてなかったので、まあ、そういうところを強化してだいぶ秋口からまあ体幹も強化されてきて、まあ、いいフォーム中盤もフォームが崩れないようになってきたので、まあ、そこは去年より成長したところだと思うので、まあ、そこを、まあ、成長できたので、まあ、箱根駅伝では去年のリベンジができるように頑張りたいと思います。お願いします。と自分が今年一番注力してやってきたこととして、まあ、練習を継続することが挙げられます。もともと怪我がちだった上に、まあ、大学に入って練習量が増えて、1年生時は、まあ、満足に練習を積むこともできずにいましたが、まあ、トレーナーさんとしっかりやり取りをして、まあ、自分のフォーム改善に取り組んだことで2年時しっかり練習を積めてメンバーに選んでいただけるまでになれたかなというふうには思います。箱根駅伝での強みとしては、まあ、長いレース1時間を超えるレースの中でさまざまな状況の変化っていうのが予想される中で、それにしっかり自分で対応していく力が自分の強みだと思っているので、まあ、初めてのレースになりますがしっかり自分の力を出し切れる状況を自分で作っていくっていうことは自分が得意としていることかなというふうに思ってます。以上です。失礼します。自分が今年特に注力したことは大学の練習に慣れるということです。大学の練習は高校の練習に比べてやはり量も増えてくるので、それに伴いフォームの改善も行いました。また自分は今年寮生活が初めてだったので親への感謝の気持ちなどがいつも以上に本当に感じられるようになって、箱根駅伝でも感謝の気持ちを持って走れるように頑張っていきたいと思います。失礼します。自分が今年一番意識してきたことは勝負で勝ちにこだわるということで、どんなレースでも一番を取れて意識を持って取り組んできました。箱根駅伝でもどの区間でも区間賞であったり、ラストではしっかり勝ちきれるような走りができるよう、頑張っていきたいと思います。